カイスポットは Linux デスクトップ環境の一つである GNOME 向けに作られたデジタル写真管理ソフトウェアである。カイスポットは簡単に用いることのできるインターフェースを装備することを目的としているが画像にタグをつけたり Exchangeable イメージファイルフォーマットもしくは XMP のメタデータを表示したりすることもできる。サポートしている画像フォーマットは JPEG PNG, TIFF, DNG, ベンダー独自の RAW フォーマットなど、ほぼすべての有名なフォーマットが含まれる。他にも GIF や SVG、PPM フォーマットのデータを扱うことができる。2006年時点では RAW フォーマットは編集不可能である。写真は直接デジタルカメラからインポートできる。ドライバは リブグフォートに右寄りサポートされている。切り取りや回転、サイズ変換などの基本的な機能の他に、赤目効果の除去や、バージョニングなどの機能も、利用可能。画像の軌道、コントラスト、サイドの変更などを補正することもできる。フォート CD は、エクスポートする画像を選択し、メニューから、エクスポート 2CD を選択することで作成できる。回、スポットライブラリーにある画像は、 数多くのオンライン写真保存サイトにアップロードすることができる。フリッカーのサポートが最も全面に押し出されているが、ギャラリーや ORIGINAL によるウェブサイトにもアップロード可能である。また、Google パカサウェブアルバムへのアップロードもサポートされている。回スポットはものを用い、C 言語にて開発されている。回スポットプロジェクトは、 エッドレペラッツオリにより開始され、今はラリーエウィングによって管理されている。ありがとうございます。